Rated T for teen. Leo, we're pulling back! Hey, Leo! Leo! Whoa! Leave it to me. FFCC の世界って、クリスタルを中心にした、まあ、ファンタジーの世界です。In the beginning, there were the four crystals, and together they formed one principle. Thus, the world was created. そこに、4つの種族があって、まあ、それぞれの種族が、お互いに協力し合ったり、まあ、時には反抗し合ったりして、で、まあ、今回、クリスタルベアラー、そこでその、クリスタルを中心に、まあ、過小期間、新しいテクノロジーが発生して、まあ、それを中心に、力を、まあ、いるという国があります。まあ、いわば新しい世界です。ビンゴ。ベル、ベル、look out！Come on, grab onto something. I think we'd both benefit if you went on a diet. 主人公であるクリスタルプレイヤーがベールとなって、まあ、プレイヤーの皆さんは世界に入っていって、でその世界にいる人たちとかいろんなもの、生き物、魔物、そういったものをベールの力を使っていろんな風にいじり回して楽しむことができるんです。ベールは、クラバット族です。そして彼はクリスタルベアラーですね。クリスタルベアラーは、まあ、体の一部、クリスタル、まあ、体の一部がクリスタルになっているというか、身につけているというか、まあそういう存在です。でそのクリスタルの力を使って、いろんな能力を発揮するという特別な存在です。しかし、その特別な存在であるがゆえに、まあ人々が恐れられている、まあそういう、悲しい存在でもあります。And don't go starting any trouble, Leo. You cause enough trouble just by existing. Stop using me, then. レールは引力を操る力を持っています。まあ、物を引き寄せたり、まあ、逆に弾き飛ばしたり、それから引力を使って自分自身を引っ張ったり、何か飛びついたり。Can you keep up with a selkie? レールはいろいろなアクセサリーとか何かを身につけて、まあ、そのパワーで能力、まあ、例えばその引っ張る引力の力を強めたり、まあ、防御力を高めてダメージを受けにくくしたりとか、まあ、そういったことができるようになっています。でそのアクセサリーというのは、まあ、もちろんそのお店で買ってもいいんですけれども、自分でその材料を集めて作ることができるようになっています。でその材料というのは、冒険の中から、いろんな、例えばその、自分のためのアクセサリーを作って、いろいろ、自分の好みに合った主人公をカスタマイズしてもらえれば、より楽しんでもらえるという、まあ、そういう仕掛けになっています。 Whoa! What's gonna pop out now? I'll just have to drag it out!